ヒューガ、型と出雲、型の導入により、海上自衛隊の航空母艦は、実質的に4隻体制となりました。日本が、2種類の空母を合わせて4隻保有するという現状は、その意義と影響について考察する価値があると言えるでしょう。また、空母への F-35 戦闘機の搭載に関する議論は、今後どのように進展するのでしょうか。護衛艦加賀での F-35B 認証プログラムがアメリカで開始され、その四角い艦首が本当に印象的です。これからの展開に注目していきたいと思います。まず、日本の空母が4隻になる意味について考えてみましょう。2015年10月に行われた海上自衛隊の艦艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。この式は、3年に一度行われる海自最大のイベントです。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行艦板を持つ航空母艦で、その前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目となりました。余談ですが、このシリーズの艦名は、旧国名にちなむものですね。しかも、出雲はヒューガ型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったのです。また、同8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われました。2番艦加賀が就役したことで、海自はヒューガ型と出雲型を、それぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、長期間ドング入りする整備期間や、乗員の訓練期間及び実戦投入が可能な期間が必要です。それぞれの期間が3分の1ずつなので、4隻体制となって、常時1もしくは2隻の航空母艦が、有事の即応体制を取れるようになったそうです。しかし、実はヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力が若干異なっています。これらは、護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれませんが、それは誤解です。そもそも、海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称ということです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれています。それと同様、ヒューガ、型や出雲、型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているのです。一般的には知られていませんよね。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン。全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は SH-60J K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機を同時に発着艦させる広さの艦板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内には、マックス10機収容可能なスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しています。航空母艦としてはかなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えましょう。一方、出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通りヒューガ型より一回り大きく、同時にシーホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるのです。しかし、任務が違うので、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していません。最低限の自衛用兵装しか搭載していないので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型のヒューガ型と比べるとより多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われます。具体的にはヒューガ型と出雲型は手術室と集中治療室が備えられていますが、病床はヒューガ型8床に対し出雲型は35床ですから、
当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲、型が優先されることになるでしょう。また、出雲、型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられます。と言っても、あくまでも、どちらが能力が高いかという話をしているだけでのことです。ヒューが、型が、上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるので、出雲、型も、対潜作戦のコアとしての役割を担うことは可能です。また、ヒューが、型と出雲、型両艦のいずれも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47J、JH ヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み型は一見すると空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていません。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保でした。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も行わなければなりません。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった、数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようです。その結果、大隅型3隻の建造は認可されました。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできます。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうですよ。また、海自艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったそうです。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないので、空母に離れません。仮に無理をしてスキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長 178m のサイズでは、固定翼機の運用は不可能なのです。格納庫を持っていないということは、非常に重要なポイントだそうです。これを理由として、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているのですからね。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても、国家の威信、財力の象徴と見さされることが多いのです。そうした風潮は、すでに現れていて、ヒューが、型や出雲、型に艦載される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということです。それにしても、庶民としては、どうしても、予算が気になりますね。光熱水費を、代表として、ここ数年は、値上がり傾向が続いています。命を守るために、防衛予算を増やすのは一理ですが、
守るべき国民の数は年々減少していることを政府関係者は重要視していないんでしょうか。立派な最新鋭の兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ無意味ですよね。日本の海上自衛隊は、日向、潟と出雲、型の航空母艦4隻によって、多様な海上作戦能力を持っています。日向、型は、対潜作戦を主に担い、単魚雷発射艦やアスロック対戦ミサイルなど重兵装を装備しています。一方、出雲、型は、より大きな船体で、5機のシーホークを同時に発着艦可能で、航空母艦化改修が進行中です。出雲、型は、現在 F-35B 戦闘機の艦載を目指しており、将来的には、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を強化する計画です。これにより、日本の海上自衛隊は、高い即応態勢を維持し、広範囲な作戦実行能力を確保することができます。